性的マイノリティのカップルを公に認める東京都のパートナーシップ宣誓制度が今日から始まりました。先月の11日から受け付けていて、これまでに177組の届け出があったということです。受理された人はオンラインで証明書を発行できるようになり、都営住宅の入居の申し込みなどに活用できます。また東京都はパートナー制度を導入している都内の16の区市と連携し、各自治体と東京都で証明書を相互利用できることにしています。